こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今日はですね、リンゴがとっても美味しい季節になってきたので、リンゴを使ったですね、簡単なお菓子も作っていきたいと思います。カラメル状のリンゴの上にタルトを重ねるタルトタタンというお菓子があるんですけれども、それのね、マクロビバージョンでバターも砂糖も使わないで、そして小麦粉の代わりに米粉を使って作ります。とっても本当に簡単なので、最後までご覧になってください。それでは行ってみよう。はい、では材料ですね、リンゴ、そして、カラメルソースを作るのに、メープルシラップを使います。そしてですね、タルトの方の生地なんですけれども、米粉に、アーモンドプードル、そして豆乳と米油、そして甘酒、あとね、まあ、お塩は、リンゴの方にも、このタルトの生地の方にも少し入れていきます。で、まずね、カラメルソースを作っていきます。作ると言ってもですね、メープルシロップをタルトのね、型の方に入れてオーブンで焼くだけなんですね。タルトのね、今小さい型使ってるんですけど、18センチのね、型で1個分の分量なので、大きいので焼いていただいてもどっちでもね、いいと思います。流し入れたら250度ぐらいの高めの温度のね、オーブンで、メープルシロップのね、水分によっても加熱時間変わりますので、様子見ながら焼いてみてください。オーブンでカラメルを作ってる間にリンゴを切っていきます。リンゴはですね、種を除いたら皮はそのままでいいですね。 2-3mm このくらいの厚さに、くし形に切っていきます。そしてね、スライスしたところに、軽くね、お塩をして、このまま、置いておきます。こんな感じに置いていきます。メープルシロップがカラメル化してきましたら、先ほど、スライスしたリンゴをね、並べていきます。ちょっと型にね、ぴったり入るようにサイズをね、カットしたりするといいと思います。こんな感じで並べていきます。はい、こんな風に並べたら、200度くらいのオーブンで焼いていきます。リンゴを焼いてる間に粉類をよく混ぜます。粉類が混ざったら、今度このウェットの生地ですね、これも混ぜていきます。お塩もね、加えて乳化するようによく混ぜていきます。はい、ウェットの生地がこんな風に乳化してきたら、先ほどの、粉の中に入れていきます。そしたらね、これを混ぜます。米粉によってね、水分量がね、違うと思うので、もしここで固まりにくいようだったら、豆乳を加えて調節してください。こんな感じで、なんとなくまとまりましたらですね、これを6等分します。適当で大丈夫です。半分にして、さらにそれを3つに分ける。こんな感じで6個に分けます。ではですね、その1つをこんな感じで、さっきのね、型の上にこれをかぶせていくので、まあ7センチぐらいの丸型に伸ばします。ざっくりで構わないので、ちょっと丸くしながら広げていくみたいな感じでですね、こんな感じでおせんべい状にしていきましょう。結構ね、ポロッとした生地なので、
もう本当にざっくりと適当な感じで大丈夫です。はい、リンゴがね煮えたんですけど、ちょっと今思ったんですけどね、これ逆の方が見た目綺麗ですよね。多分こうして入れて焼いた方が良かったような気がします。今ねこうしてひっくり返したんですけれども、蒸しだったらば逆のこんな感じで入れて焼いた方が良かったかもしれない問題ですね。多分こっちの方が見た目が綺麗だと思うので、まあ見た目気にならない人はね、こっちの方が入れやすいことは確かなんですよ。なんで、でも見た目をちょっと綺麗にしたいっていう人はですね、この皮の方を下に入れると良いかもしれません。今私は直していますというわけでですね、ちょっと定規を入れ替えして、さあ気を取り直して、ここでですね先ほど、平たくしたこのタルト生地を中に入れ込んでいきます。まだね型がね熱いと思うので気をつけてくださいね。そしてギュッとこう押し込むような感じでタルトの生地を上にかぶせます。ボロッとこんな風にこぼれちゃ割れちゃったりすることもありますけど、あんまり気にせずにザクザクと混ぜていってください。はい、これでねもう一度オーブンで焼いていきます。はい、こんな感じで色よく焼けました。型に触れるくらいまで冷ましたら、お皿にひっくり返して持って出来上がりです。完成しました。やっぱり皮をね下にした方が綺麗じゃないかなと思います。では早速食べてみたいと思います。おー、リンゴのねすごいいい香りがしてます。こんな感じでタルトがね下に来ている状態ですけれども、では食べてみます。甘い。お砂糖は使ってなくて、メープルシロップがね小さじ1杯使ってあるだけなんですけど、すっごく甘いです。これ紅玉を使ったんで、酸味と甘みのあるリンゴの甘煮になってますね。カラメルのコクと苦味がプラスされて、すごく美味しくできています。タルト自体はね後のせで焼いてるので、すごくねサクサクしてて、それもいいですね。上に繰り返してからリンゴの煮汁がこう垂れてくるので、時間経つとねちょっとしっとりしてくると思うし、サクサクで食べたければひっくり返してすぐにね食べるといいかなと思います。型でカラメルを作って、どんどんね重ねて焼いていくので、洗い物がねほとんどないっていうね、すっごく楽ちんな作り方なので、よかったらねぜひ作ってみてください。じゃあね、最後までご覧いただいてありがとうございました。番組が気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。